イケメン通ります。こんにちは、田村です。今日は浜松祭り。今日はですね、5月5日、まあゴールデンウィーク真っ只中ですね。僕の住んでる静岡県浜松市っていうところで、めちゃめちゃ大きな祭りが今開催されてます。今日はね、それに参加していきたいと思います。ただね、ちょっと今めちゃくちゃね、時間がなくて、今ね、2時26分なんだけど、友達が3時に迎えに来るらしくて、あと30分しかないんですよ。もうね、時間がない。でもね、僕のね、地元の浜松祭りというおっきな祭りを YouTube に残したくて、もう急遽動画撮影しています。じゃあね、もうさっさとメイクしていきたいと思います。それじゃあ、やっていこう。まずは下地からですね、ちょっともう時間ないんで、ちょっと今日は化粧紹介、省かせて、いつもと同じメイクだから、僕のね、毎日メイクの動画を見てもらえれば、大体何を使ってるかわかるので、そちらを見てください。今日は許して。マジで時間がない。じゃあなんで前もってね、準備しなかったのって思うじゃん。まあそれにはね、ちょっと理由がありまして、今ゴールデンウィーク3日目かな。まあ人によっては10連休の人もいると思うんですけど、ここのね、3日間で地元の友達とお酒しか飲んでなくて、昨日も飲み会だったんですけど、もう飲み会続きで本当にね、起きれなかった二日酔いで、もう体が動かなかったのさ。まあ今日参加していくね、浜松祭りを皆さんに大雑把に紹介するとしたら、すごくね、全国的にも有名なお祭りで、たこ揚げが有名かな。たこ揚げとか、あとはこれは多分浜松の文化なのかもしれないけど、すっごい大量のお酒を飲みます。もうみんなそれぞれね、おいしょーっていう掛け声で、お酒を飲み合うっていう、そうですね、大きな飲み会です。でも本当に有名な人もね、たまに参加してて、まあ、僕の聞いた話では、ももクロのかなこさんも昔参加してたって聞きましたね。結構ね、毎年参加されてる有名な芸能人だと、アミアヤさんっていう超スーパーモデルの双子姉妹の方がいるんですけど、もうその方は浜松祭り参加してる有名な芸能人がいるぞっていうので、もう毎年ざわ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 しますね。あとは、そのお友達で堀北真希さんの妹のななみさんっていう方もね、浜松祭りによく参加されてますね。はい。まあ一番の芸能人は心田村直哉なんですけどね。って言いながら、僕浜松祭り今回初めて参加するんですよ。だから全然浜松祭りのことはよく分かってません。実は僕の住んでる地域が浜松市なのに、その浜松祭りの参加する地域に入れてもらえてないんですよ。阻害されてるというか、仲間外れにされてるというか、だから全然浜松祭りに参加する権利がないんですよ、僕の地区は。だから今回ね、お友達の地区で急遽参加させていただくことになりました。本当ありがたいですね。一昨日急遽決まったから本当に全然何も準備してないけど、家にね、ハッピとかあったんでよかったっすけど、結構楽しみだな。まあ、とは言ってもね、浜松祭りはね、楽しいことだけじゃなくてね、実は辛いこともあるんですよ。まあそれは何かというと、すごく浮気が多い。うん。やっぱね、さっきも言った、お酒をすごく大量に飲む祭りなので、やっぱね、そういう色恋問題とか、多発しがちですね。はい。だからたまに街中とかで喧嘩してるカップルとか俺見かけますよ。とは言ってもね、1年に1回の大きなお祭りなので、浜松民の人はこの祭りを楽しみに1年頑張ってますね、皆さん。一応ね、祭りの風景もね、この動画の一番最後に載っけておくんで、ぜひね、最後まで見てってほしいですね。どんな雰囲気で祭りをしてるかっていうのも皆さんに感じてほしいからね。やっぱ僕はね、この静岡県浜松市っていうところに住んでるからね、住んでる限りは良さはアピールしていきたいですね。やばいやばい、マジで時間ない。もう、時間ないけどなんかね、動画回したくなっちゃうんですよ。なんかね、クリエイター魂なのかわからないですけど、追い詰められてれば追い詰められてるほど、変にアドレナリン出て動画回したくなっちゃうんですよね。まあでも、急いでてもね、メイクは丁寧に、いろんな人に見られるから、恥ずかしくない顔で祭りに参加していかないと。やっぱ若干眉毛失敗したかも。逆に皆さんはゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうか。僕の地元はね、やっぱこういうお祭りっていうイベントがあるから、ゴールデンウィークといったら浜松祭りみたいな感じでやることはあるんですけど、皆さんはさ、旅行とかがメインなのかな。なんかね、ゴールデンウィークにやってるイベントってあんまないじゃん。だからみんなどうやって過ごしてるんだろう。ネットフリックスとか。ゴールデンウィークってさ、クリスマスの次ぐらいにさ、何かしてないと負け組じゃないけど、何かしてないと寂しいやつだみたいな風潮ありません？俺だけかな、そう感じてるのは。ね、みんながせわしなく動いてるから、あ、なんか自分もなんかしなきゃ、なんか世間に置いてかれてるのかなとか思っちゃうことあるんですよね。
メイクってさ、意外とさ、焦ってメイクしてる方がうまくいったりするんだよね。丁寧に丁寧にメイクしてる方が意外とうまくいかない時があるんだよね。なんなんだろうね。これ結構あるあるだと思うんだよね。やばい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 。まあ、あと15分で来るから。しかも髪の毛もセットしてない。やばいよやばいよ。やばいよやばいよ。お迎え来ちゃうよ。焦ってる出川さん。じゃあちょっとね、もうメイクはできたんで、服着替えてね、髪の毛もセットしていきたいと思います。完成まで。3、2、1、どうぞ。はい。着替えてきましたー。どう？かっこよくない？どう？かっこよくない？おいちょいやもう祭り男ですね、これは。イケイケだわ、ちょっとテンション上がってきた。まあギリギリね、今。時間も。3時ぴったし。完璧完璧。ちょっとね、まあこんな感じでね、こうやって祭りで、こうやってグッグッグッってお酒を飲んで、楽しんでいきたいと思います。まあでもね、このハッピー姿もね、ちょっとみんなに見せたかったので、急遽この動画を撮ってよかった。ハッピーになると、いつもより増してかっこよく見えるな。自分で惚れてるっていうね。はい、じゃあね、とりあえず今から祭りに行っていきたいと思います。まあこういう喋る動画はね、まあ一旦ここで終了ですが、この後祭りの風景だったりとか、どんな感じで祭りをね楽しんでる僕の姿をね、ぜひ皆さんよければ見てってください。じゃあお祭りに行ってきます。レッツゴI'm sorry.